山内勝代。本日はあの奥様のお話抜きで語ります。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり機構は山内勝豊について紹介していこうと思います。山内勝豊、こう書くとどうしても後にの妻と続けたくなるのですが、今回は内助の功で有名な奥様はあえてスルー、勝豊さんメインで行かせていただきます。風采は上がらないが実はできる男。この方、いい男ぶりとは言いかねる外見だったようです。中背で小太り、目は赤みがかって、普段は言葉少なで柔らかなもそもそとした物言い。しかし一旦戦場に出ると人が変わったようで、大声で言葉数も多く、テキパキと懸命な指図ぶり。天正5年1577年、羽柴秀吉の中国征伐播磨の陣で勝豊の指揮ぶりを見た秀吉、若い武将たちに向かってこう言います。山内が人数を使うをいずれも見おけよ。見かけに互いたる男、これこそ山内が部下に指図するところを見ておけ。これこそ人は見かけによらぬというものだって、褒めてるんだかけなしてるんだかわかりませんが、とにかくやればできる男よと認識は改めたのでした。天正18年1590年には天下統一を終えた秀吉の命令で、それまでの近江長浜2万石から遠州掛川5万石へ転封になります。これは駿府から江戸へ入った徳川家康を監視せよとの意味で、秀吉の勝豊への信頼がうかがえます。この頃から勝豊にも大名としての自覚が芽生えたようで、城を修理したり城下町をせっせと増改築します。また暴れ川として有名で、東海道の難所としても知られた大井川の堤防建設、洪水が起こらぬよう流れを変えるなどの工事を行います。それとともに徳川に対する豊臣方の前線基地としての役割もしっかり理解していました。常に20人の飛脚を用意し、徳川に不穏な動きがあればすぐに秀吉のいる大阪へ連絡できるよう整えます。この頃は豊臣家に忠誠を尽くしていたのです。時代の空気も読める男。しかし秀吉が60歳を過ぎた頃から勝豊の態度が変わってきました。東海道を行き来する家康や秀忠の一行を掛川で歓待するようになったのです。秀吉が亡くなれば、これからは徳川の世かもしれぬと読んだのでしょう。その時になって慌てなくともいいように監視役から教皇役に変身して、家康の心象を良くするように努めました。慶長5年1600年6月、家康が上杉討伐軍を率いて東海道を下った時は、掛川領内の左右の中山に席を設け、家康軍の行軍の疲れを癒しました。教皇の支度にも金をかけ、かなり気合の入ったもてなしをしたそうです。この時にはもうはっきりと豊臣家を捨て、徳川家に山内家の運命を託す決断をしていました。身の処し方がうまいのは今に始まったことではありません。かつて勝豊は関白豊臣秀次の宿老の一人でしたが、秀頼誕生を受けて秀吉様のご寵愛は実の子の秀頼様に移るだろう、秀次様べったりではまずいことになるかもしれぬと巧みに秀次との距離を置き始めます。文禄4年1595年、秀次謀反の時には前の長安、渡良瀬重明ら宿老が切腹を命じられたのに引き換え、勝豊はその措置を免れました。それどころか秀次を説得して聚楽台から連れ出したのは手柄であると秀吉に褒められ、8000石の加増まで受けているのです。明日はどう風向きが変わるかわからぬ戦国の世では、どちらに転んでもいいように両方に布石を打っておくことが必要でした。変わり身が早いと言うべきではありません。先が見通せたのです。覚悟の発言もできる男。家康軍に遅れること1月、
後を追って勝豊も上杉討伐軍に参戦します。出陣の日の早朝、叔父の財前健左が和尚を務めている領内の新如寺を訪れた勝豊、財前和尚の胸元に槍の穂先を突きつけ問答を挑みます。占いによれば本日は今日なり、一旦家を出れば二度と戻れぬそうな、どうすればいいか。財前和尚少しも慌てず、二枚の旗を必勝の守りとして与え、大国の主として戻るがよい、小国の掛け川に戻ろうと思うてはならぬと言って送り出します。わずか5万石の掛け川へは戻れなくてもいい、手柄を立てて出世して戻ってこいってことですね。慶長5年といえば、関ヶ原、家康の留守を狙って石田三成らが挙兵します。その一報を受けた家康は、下野の国小山、栃木県小山市で軍議を開き、配下の諸将の覚悟を正します。世に言う小山評定です。大阪に残してきた妻子を三成方が人質に取ることを恐れて諸将が動揺する中、勝豊がずいっと進み出て口を開きます。我が居城掛川城を内府殿家康のことに明け渡し、人質も差し出し、自らは先陣して戦わん。この発言には居並ぶ武将も口をあんぐり。日頃はヒルアンドンのような山内殿が、なんと覚悟のあることを申されるものよ。一気にその場の空気を持っていってしまいました。この言葉に押されるように、その場にいた面々は我も我もと忠誠を誓う誓詞を家康に差し出します。進路にあたる街道筋に城を持つ武将たちは居城を明け渡すことを約束します。家康軍は対石田三成で一つにまとまり、城を開いてもらって、その行軍は随分と楽なものになりました。合戦に煎じて勝豊は言葉で一番手柄を立てたのです。他人のふんどしで相撲を取る男。しかしこの言葉、実は借り物だったのです。というか盗作ですね。浜松城主の堀尾忠氏が軍議が始まる前に自身の考えとして勝豊に語った言葉だったのです。それを抜け抜けと自分の覚悟として家康の前で披露した勝豊も相当なものですが、忠氏も人物でした。勝豊を攻めるどころか、表情からの戻り道で、日頃律儀な山内殿に今日はしてやられましたな、それがしには言うべき言葉もござらんよと言い、二人して大いに笑い合ったとか。しかしこれでは忠氏が人が良すぎます。忠氏が勝豊を笑って許したのは、日頃の勝豊の振る舞いがあったからなのです。土佐藩に伝わる藩官府によると、堀尾信濃の神忠氏、未だ年若けれども最智ある人なりしかば、勝豊常に親しみて、家のこと大小となくこの人とたばかると述べています。ここにある通り、若年の忠氏ですが、考えの深い人だとして、勝豊は大事も小事も相談を持ちかけ、その意見を尊重していました。自分を買ってくれていると分かっていればこそ、忠氏も勝豊の振る舞いを笑って許したのでしょう。思うに勝豊という人は、相手が若年であろうと女性であろうと侮ることなく、学ぶべきことは謙虚に学ぶ、そういう柔軟な考え方ができる人だったようです。土佐藩の基礎を築いた男。慶長5年1600年7月28日、宿舎を立った勝豊は約束通り掛川城を明け渡し、甥の正豊を人質として小田原城へ送ります。8月14日には尾張清須城に着陣。8月22日、勝豊は2000余りの軍勢を率いて、池田輝政を先鋒とする1万8000の軍と合流、木曽川上流を押し渡ります。西軍織田秀信が守る岐阜城の前線を突破。翌日には浄土口から本丸へと突き進み、岐阜城を抜きます。途中、犬山城を守る加藤貞康を説得して東軍に投降させる手柄を挙げながら、9月15日関ヶ原の決戦に臨みます。関ヶ原では池田輝政らと共に1万7000の軍勢で、南宮山による毛利軍への応対として布陣します。
しかし毛利軍先鋒の吉川隊が東軍に内通していて、本隊の動きを抑えたため目立った戦闘もなく手柄は挙げられませんでした。もっとも戦後の論功行賞では小山評定での諸将の迷いを断ち切らせた発言が高く評価され、土佐一国20万石が与えられたのです。まさに財前和尚の言葉通り、大国の主として遠州掛川ではなく土佐の国へ戻ることができました。慶長6年1601年土佐の国へお国入り。最初は長宗我部氏生き残り家臣による浦戸城籠城騒ぎもありましたが、それも間もなく鎮圧。2年後には高知平野に新しく高知城を築城します。慶長10年1605年高知城にて病のため死去、享年60歳。まずまずの寿命でした。藩主として過ごしたのは4年9ヶ月でしたが、城下町を整え土佐藩の基礎を築き、子孫は江戸時代を通じて国を守り抜き、明治維新を迎えました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画ももしよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。